皆さんこんにちは、マメです。タマです。おはようございます。ということで、今起きたばっかりなんですけど、はい、今日は一日のフル食を取っていきます。はい。僕らは今絶賛増量中なんですけど、なるべく脂肪をつけずに筋肉をつけるというテーマで今増量をしています。はい。で、僕らの料理というのはなるべく簡単で安く美味しいっていうのをテーマにしてるので、早速見ていきましょう。一食目はまず起床後にプロテインを飲んでいきます。早速飲んでいきます。今日は PHD のベルギーチョコレート、まあ、日によってね味は変えてるんですけど、そうだね、今日はちょっと気分的にこれを飲みます。はい、いただきます。ということで、次は朝食でお会いしましょう。はい、ということでプロテインを飲んで2時間ほど経ったので、今から朝食を作っていきます。はい。1食目は鶏肉と目玉焼きです。まあすごいシンプルなんですけど、増量期は胸肉じゃなくてももも肉でも大丈夫です。もも肉でも脂質そんな変わんないんで、ただ脂肪をつけないっていうテーマなんで、皮だけは外してもも肉を食べますということでね、作っていきます。まずはじゃあ目玉焼きを作っていきます。オリーブオイルを小さじ1杯ほど入れます。これ油って使っていいの？油ね、大丈夫です。増量期はっていうか、脂質は削りすぎるとテストステロン、まあ要は筋肉を成長させるホルモンが減ってしまうので、油は取ります。ただ油にもいい油と悪い油があって、オリーブオイルとか卵とかっていうのはいい脂質なんで、これは使います。ただ使いすぎは注意です。続いてはもも肉、これね、1人 150g ぐらい使います。変な形になっちゃった。味付けは、まあ、何でもいいんですけど、今日は塩コショウでやります。で、最後ブロッコリーを入れます。で、これ入れる理由は、まあ、タンパク質も豊富ですし、何よりテストステロン、筋肉の成長を促すホルモンが入ってるので、これを入れます。で、野菜なんですけど、増量期はなるべく野菜は食べないようにしてます。なんでかっていうと、増量期とにかく炭水化物、ご飯とタンパク質、肉とかを食べたいので、結構野菜とかって水分が多いのでお腹いっぱいになりやすいんですね。なので、なるべく野菜は、まあ、ビタミン、マルチビタミンから取って、野菜は最低限にしてます。ちょっと今日はね、あまりにも味気ないので、ちょっとこれ入れます。ってことで完成しました。完成、うまそう。質素だけど、うん、いただきます。もも肉、うん、うまっ。で、よくね、増量中の意識するポイントとか聞かれることが多いんですけど、うん、特に意識してることは炭水化物を多く食べること。お米をほんととにかく食べる。やっぱり増量中に筋肉になる上で大事なのって、タンパク質はね、皆さんね、よく摂ってると思うんですけど、うん、それに加えてこの炭水化物を一緒に摂ってあげることで、すごい筋肥大に効果的なんで、うん、それを意識するだけでめちゃくちゃ変わると思います。でね、やっぱ俺らもそうだったけどさ、うん、米食えないんだよ。マジで食えない、たくさん、うん、で、やっぱ無理しちゃうとさ、苦しいじゃん、うんうん、で、うん、辛いからさ、やめたくなっちゃうとかになりうるから、うん、そういう場合はね、マルトデキストリンっていうサプリがあるんで、うん、そういうのから、まあ飲み物状のね、炭水化物なんですけど、うん、そういうのも合わせて摂るようにしてますね。そうだね、うん、僕らがもう最近ね、使ってるこうチートみたいなプロテインがあるんで、そう、それはね、まじまじ紹介します。本当にやばい、あれ。最近俺なんてだって3回ぐらい飲んでるマジで食えなすぎて僕ら結構小食なんで、うん、小食でもね、助かるものがあるんで、ちょっとそれはまじまじ紹介しますね。はい、はい、ということでこれ食べていきます。はい、はい、ということで、ご飯をね、食べ終わったので、僕らが今毎回朝食後に取ってるのがこのビタパワーのマルチビタミンです。で、なんでマルチビタミン取るかというと、まあ野菜からね、取れればいいんですけど、なかなか野菜から取るのって難しいんですね。なので、こういったビタミン、ミネラルが一つにまとまったマルチビタミンから取るようにしてます。そして、これ意外と知られてないんですけど、ビタミン、ミネラルってタンパク質とに加えて取ってあげることによって、よりね、筋肉の成長が早まるんで、とてもね、大事なサプリメントです。まあ増量期はね、野菜あんま食べないしな。うん、はい、ということで、お昼作っていくのはチキンのトマト煮です。で、僕らのチャンネル見ていただいてる方はもうご存知の方多いと思うんですけど、減量と増量ともに向いてる料理なんですよ。で、使う材料もトマトと朝同様鶏胸肉ではない、うん、鶏もも肉ですので、簡単で美味しく作れるので、早速作っていきたいと思います。
鶏肉を炒めたら次野菜を入れていきます。で、朝も話したんですけど、野菜は増量中はあまり取らなくてもいいです。ただトマト煮にこういうキノコとか玉ねぎとかがすごい合うんで、入れた方が美味しくなります。さらにね、こう増量中ってやっぱ食事の量が増えるんで、腸内環境が荒れやすくなるんですね。キノコには食物繊維も豊富に含まれているので、腸内環境を整えてくれると、そういうところにおいても入れるのもおすすめです。ということでちょっと入れていきます。で、キノコを入れて炒め終わったら、いよいよトマト缶を入れていきます。で、このね、トマトにもすごいいい効果があって、リコピンっていう抗酸化能力が高い成分が入ってるんですよ。アンチエイジングとか美肌効果はもちろんのこと、脂肪燃焼効果とかもあるので、脂肪をつけずに筋肉を増やしていくっていう、この増量期にもおすすめです。でね、僕らがね、トマト煮を作り出したきっかけっていうのが、なんといってもこれ安いんですね。1缶で80円ぐらいで買えるんで、僕らは食費を抑えたいっていうところから買いました。最後の締め。完成です。完成ですと思います。いただきます。いただきます。もも肉のトマト煮はうまい。うん、うまい。めちゃめちゃうまい。うまっ。うん、圧倒的にもも肉うまいわ。増量って思ってるより原料よりきついんですよ。なんか本気でやったら、うん、マジできつい、うん、なんか食べるのが嫌になっちゃうぐらいきついので、いかになんかこう食べ物の味を変えるかっていうのがすごい大事なんですね。うん、今日も3食4食ぐらい紹介しますけど、うん、全部味変えてるんで、うん、いろいろ試してみてください。今回ね、ご飯 250g なんですけど、僕らも小食なんですけど、無理をしないっていうのはマジで大事で、俺らも最初のガチ増量の時に1ヶ月間だけ 350g やってて、マジで食べるの嫌になっちゃって、マジで無理だった、うん、だって後半なんて200とか150でも結構きつかったの。きつかったね。まずね、最初150とか200でもいいと思うんで、自分のできる範囲でやっていくっていうのがマジで大事です、うん、結局ね、食えなくなってしまったら意味がないから、マラソンと一緒ね、マジで、うん、いきなりね、ガンダッシュしても、俺も最初1500とか一周目めっちゃ重きましたあれ、後半超バテてるんですよ。板はそうですってことで、うん、まあ、とりあえず食べて、次は完食かな、うん、完食を紹介しますので、またお会いしましょう。バイバイ。トレーニング前ということで完食を取ります。完食ね、別に炭水化物だったら何でもいいんですけど、僕らは少量で結構ね、炭水化物量を取れる餅を主に食べてます。まあ、ご飯とかバナナとかでも OK です。うん、で、蜂蜜、あとはね、プロテインバー、これもね、日によるよね。そうだね、プロテイン飲む日もあれば、鶏肉の日もあれば、うん、こうやってちょっとお菓子感覚でプロテインバーを食べる日もあります。今日はちょっと甘いものを食べたい気分なんで、そうプロテインバーを食べます。そう、味がね、ホワイトチョコレート、キー&クリーム。個人的にはこういう最近ミニサイズにハマってます ね、うん、こっちの方がね、食べやすいんだよね。食べやすい、そう、うん、ということで、いただきます。いただきます。水が使いすぎてなかったね、もおかしい、もうプリン感だよね。うん、あとはじゃあこれを食べてトレーニングに行ってトレーニングに行きます。トレーニング終わりました。終わりました。朝ね、ちょっとお話ししたチートのものがあるっていうことなんですけど、うん、それを今から飲みます。飲むということは、そう、プロテインなんですよ。ただプロテインって普通じゃんって思われる方いると思うんですけど、これって普通のプロテインとは違って、うん、炭水化物も入ってるんですね。やっぱ増量期はね、先ほどもお話したタンパク質と炭水化物をいっぱい取った方がいいと。なんで増量に向いてるプロテインになります。そうだね、ということで、はい、さっきのね、紹介したものを水に溶かしたやつを飲んでいきます。で、僕らはね、これね、 1.5 杯入れてます。で、 1.5 杯でだいたい500キロカロリーぐらい取れるんで、うん、増量中でなかなかね、ご飯とかから食べれないっていう方にはすごいおすすめになります。小食でもね、本当にね、カロリーきちんとね、取れるんで、僕らは愛用してますね。でね、こういうのを飲むとなんかこう筋肉的に微妙なんじゃねみたいな、固形から食えみたいな言う人がいると思うんですけど確かに、あのね、小食の人ってきついんですよ、うん、固形から食べるの、うん、俺らも小食なんで、そう、食べれないんで、なんかこういうのでカバーしてるみたいな、そうね、感じです。食べれるんだったら固形の方がいいけど、うん、食べれないんだったらこういうものでちゃんとカロリー取って増量した方がいい。もうね、続けることですから、何回も言ってますけど、そう、ほんとそう、うん、これね、本当に俺もうハマりすぎて3回ぐらい1日飲んでて、お前すごいよね、やばい、マジめっちゃ好き。俺はね、ちょっとこれスタバ感がすごい強くてスタバのフラペチーノ的なそうそう、しつこいからね、そんなに1日何回も飲めないんですけど、好きな人マジ好きだと思う。マジ好きだと思う。君超好きだもんな。俺超好き。
最近飲み始めたけど。そう、最近飲み始めてマジですっげえハマっちゃった。うん、確かにね、うまい、味は。本当にね、マジうまい。 1.5 杯で500キロカロリー取れるってなったら、そう、まあ強いよね、朝食の人は。まあ強いよ。うん、うん、ってことで、はい、次はラストかな。ラストね、夜ご飯ね、しね、うん、パワー。ああ、ムチムチになっちゃった。それな、顔が太んだ。本当嫌なんだよね、小顔マッサージしてる時。効果は、効果バツ。ポケモンだったり今一つね。はい、ということで今回は夜ご飯は鶏もも肉の照り焼きチキンを作っていきます。これはマジで簡単なのにめちゃめちゃ美味しいです。まあ胸肉でもいいんですけど、まあ増量期っていうことで今回はもも肉を使っていきます。今回さ、朝からまあ今夜にかけていろいろ作ってきたじゃん。うん、例えば今の照り焼きチキンを朝に食べるとかでもいいの？朝に食べるでも全然いいです。別に順番が大事とかはないので、朝昼晩のやつを別に交互にしても大丈夫です。ただ注意点としましては、脂質っていうのはなるべく朝昼にとった方がいいです。夜っていうのはそこから食べてこう寝るっていうのは一般的だと思うので、まあ言っちゃえば活動量が少ないんで、脂質はとか油とかなるべく控えた方が脂肪はつきにくくなりますっていう感じです。なので今回の照り焼きチキンは、まあ、オリーブオイルなしで作っていきます。で、使う材料を紹介します。もも肉 150g、 みりん、醤油、酒を大さじ1杯ずつ、砂糖を小さじ1杯だけです。で、ご飯は 250g 食べます。こんな感じで煮上がってきたらもう完成です。照り焼きチキン丼、ちょっとあの洗い物めんどくさかったんで丼にしました。うん、今回はいただきます。いただきます。うん、うん、うまっ。うまいね。まあね、今回こうフル食で夜までね紹介してきましたが、うん、まあ何度もね言ってますが、本当に続けることが一番大事です。体を変えるには何事も、筋トレもそうですけど、うん、食事だって自分のペースで続けられる、そういった料理で作って食べていくっていうのが本当に大事になるので、まあね、今回はご飯をメインにね紹介した料理にはなりましたが、うん、例えばパスタとかね、うどんとかを、それこそお餅とか、いろんなねアレンジをして自分が一番続けやすいメニューをやってみる。消費カロリーよりも摂取カロリーの方が上回れば体重は絶対に増えますので、うん、こう僕らの今の今日作ったメニューとかもあくまで一例なんで、これを全部こう完璧にねしなきゃダメとかっていうわけじゃないので、まずは自分のできるこう範囲からやってみてください。ほんとね、よくガリガリで太らない体質なんですっていうコメントもいただきますけど、うんうん、僕らもね、ほんと過去の写真振り返ったらマジで細いから。マジで細い。ほんとに細い。うん、そう、でもやっぱ今ね、こうある程度増量できたわけなんで、うん、だから皆さんもほんとにね、やりようによっては必ずね増やすことはできると思うんで、うん、ぜひ参考にしてみてください。はい、ってことで、まあ、これは後でやめますので、はい、今回の動画が参考になったと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイ。筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけで、その人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。ほんとだ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。